バーンババーンバーンタレはーい。たった今、スロベニアのアコーディオンメーカールータルから3台の楽器が日本に到着しました。はい、今から開けて検品をしたりします。そしてこれからのことはちょっとお知らせがあります。後ほど。おお、厳重に梱包されてやってきました。よいしょ。ああ、今楽器をようやく段ボールから出しましたけど、梱包材がこれ結構な量でね。はい、今から検品していきたいと思います。ここにも発泡スチロールが詰めてあって、よいしょ。カタログなんかもいっぱい。どれどれ。じゃじゃーん。おー、きれい。お、鍵盤もきれいできてる。あ、黒鍵もね、きれい。わー、素敵です。はい、届いたばっかりの楽器なんですけれども、この左手側のベルトをこう外しましてですね、こちら側のネジを全部外します。で、これですね、まあ開けますとね、これが左手側のメカなんですけれども、こうやってね、段ボールがかませてありますよね。衝撃でこの精密機械の部分がですね、落ちないようになってます。なのでこれをね、まあ、ちょっとこうやって外すわけなんですね。輸入したての時はですね、こういうような作業が実は発生して、で、まあ、その他に何か不具合がないか検品した上でお店に並んだりしますね。はい、1台目無事に動作確認できました。はーい、とても可愛い、軽くていい音のする楽器です。全部ね、こう天然木なので何とも言えない優しさがある楽器です。はい、それでは2台目行ってみたいと思います。じゃじゃじゃーん。これは、よいしょ。はい、ディアトニックタイプですね。ダイアトニックとかディアトニックって言いますけど、スロベニア語だと、まあ、単にハーモニカと言ったりしますけど、まあ、フライトナルツァっていう言い方をしたり、まあ、ドイツ語だといわゆるスタイリッシュハーモニカというタイプですね。はい、じゃあこれも今から検品します。はい、というわけで、2台目のこのね、フライトナルツァね、スタイリッシュハーモニカ、ダイアトニック式ボタンアコーディオンも検品が終わりました。ダークなね、色合い、シックな木目のね、綺麗な楽器ですね。はい、このね、ブドウのグリルがね、このルータルさんの特徴なんですけれども、これも全部木をね、加工して作ってあって、とっても可愛いです。はい、これはですね、C、F、
B フラットね、そしてちょっとシャープフラットね、いくつかアクシデンタルノートがついてます。はい、これも近いうちに皆さんのお目に留まると思います。とそれでは、3台目がこちらです。よいしょ、じゃじゃーん、お、綺麗綺麗、わー素敵な色。はい、これはですね、私がとっても仲良くさせていただいてる、女流アコーディオニストの藤野由香さんにですね、どういったものが可愛いかというのをですね、いろいろリサーチというかご協力いただきまして、これは藤野さんのご趣味が反映されてるんですけども、この特注の藤野由香モデルということでですね、1台作っていただきました。気に入っていただけるでしょうかね。これも今から事前の検品をして弾けるような形にしたいと思います。楽しみ、どんな音がするんだろう。はい、さっきの2台と同じで、この楽器もですね、輸送の時の、故障がないようにこうね、段ボールが詰めてありまして、でこれを取ってで演奏が可能になるわけですね。こうやって、ボタンがね、ようやくこうつっかえがなくなって動くようになるわけです。はい、ナチュラルなモデルからかわいい赤のウッディなモデル、そしてこちらは渋い黒っぽい木のフライトナルツァ、スタイリッシュハーモニカ、ね、ルータルの木工技術の高さをご覧いただけると思います。音色もとっても素敵なので、デモンストレーション、ね、これから映像を撮りますので、お楽しみに。